元気はこういうバンドじゃないからグループだと、ね、グループですよね。いいところ、今日聞きどころ、はい、まあ、あんまり今までなかったようなラップ系統、最近、はい、まあ、スチャダラとかがね、頑張ってますけれども、そのシーンに別に本人たちは殴り込みをかける気は全くないんですけれども、うん、日本のそういうシーンをすごく新しく作っていってるやつらだなぁと思ってるんですけれども、はい、曲はそういうラップ感みたいな感じのベースとして、はい、脳が浸れた悪いね口をね、まあ面白おかしくMC っていうか歌詞が載せて、はい、最高に楽しいライブを見せてくれると思いますんで、はい、じゃあ楽しんで見てみたいと思います、とりあえず楽しんでくださいって感じでした。We are so we are!
お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、大笑いしちゃいました。いやいや、でしょやっぱお尻にとどめを刺すでしょ、電気グルーヴを語るには。やっぱあれ決まりもんですからね。やっぱりね、もうとりあえずあのライブが楽しければあいつらの楽しさっていうのはすごく出るから、もうそれでいいなっていう感じしますけどね。もう相変わらずやっぱ卓球くんとピエール滝くんはいいわ。あの絡みが結構 ね僕もすごい気に入っててね、うせえボケナスに対して返すとかあるでしょ。ああいうとことかもう大好きで ね、本当に最初の方で、ね、あのピエール滝があのドラムも出ないドラムを叩きまくったとこ、そこの横で TMJK がキーボードを持ち上げて切れまくっていた、切れまくった、あの辺が結構やっぱりね、絵柄的に僕すごいね、電気グルーヴのパッケージすごい好きなとこ、ね、ああいうことをやってくれるっていうとこが。結構あのほらキャラクターばっかりなんだけども、うん、あの曲も本当にしっかりしてるっていうのもちょっとは聴いてほしいなっていうのもありますけど、もうちゃんとそれがベースにあった上での上積みのキャラクターと、ね、やっぱりそういう風に見てもらえたら嬉しいなと思ってます。これから聴いてくれると。本当楽しみました。ライブってどこであるんですか？4月の1日にクラブクワトロで、ね、あのデビュー記念ライブを行います。ぜひあの今日は短かったんですけど、フルのライブがもっと楽しめると思いますので、ね、ぜひ機会見て、じゃあ見に行きたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。トマトファーム、いよいよ終わりですけれども、いかがでしたでしょうか。今日は4番の、本当に毎回違うんですが今回は特に違ったと思います。ノンジャンルなペケペケエントロピーズあり、ロカビリーとあり、女の子ポップバンドありで、最後のラップありと、皆さんどうお感じになったでしょうか。私どもはですね、こういったすごい特徴あるキャラクター性もある新しいバンドを募集して